工学部のナウチャンネル、東北大工学部キャンパスのナウ。皆さんこんにちは。工学部のナウチャンネル、通称ナウチャをお聞きくださりありがとうございます。お相手は東北大学工学部電気情報物理工学科3年の高瀬かなえです。よろしくお願いします。はい、今回は東北大の工学部のキャンパスについて今の状況をお伝えしたいなと思います。まず東北大にはキャンパスが4つあります。いずれも仙台市内にあるのですが、まず 1,2 年生や文系が通う川内キャンパス、医学部の方などが通う清涼キャンパス、工学部や農学部、理学部など理系学生のほとんどが通う青葉山キャンパス、そして電気通信研究所などがある片平キャンパス、この4つが仙台市の中心部に近いところにあります。で、私たち工学部は3年生4年生になると主に青葉山キャンパスというところで、実験をしたり研究をしたり授業を受けたりします。 1,2 年生からも少しは青葉山キャンパスを使用するかもしれませんが、主に行くようになるのは3年生からかなと思います。では青葉山キャンパス、どのようなところなのでしょうか。まず青葉山という名前からして山とついていますね。つまり青葉山キャンパスは山にあるんです。どういうことかと言いますと、川内キャンパスを少し登っていきます。山なので、そうすると青葉山キャンパスがあるというイメージになります。主な交通手段としては、頑張って自転車で山を登る方もいますが、地下鉄が一応通っています。仙台市の中心、仙台駅とかから、川内キャンパスを通って青葉山駅まで地下鉄が一応通ってはいますが、工学部の機械知能航空工学科は一番青葉山駅から遠いので、少し青葉山駅を降りてからも歩くかなというイメージです。青葉山の立地はそんな感じなんですけれども、では青葉山キャンパスについて、工学部は青葉山のキャンパスの中でも青葉山東キャンパスという場所になります。青葉山キャンパス全体の少し東側にあるというイメージですね。青葉山駅を降りると工学部側に大きい道が通っています。その道沿いに工学部のそれぞれの学科が配置されているという感じです。工学部の様々な学科が集まっているということで、大きい学食があったり、それと別に欅ダイニングっていう他の学食があったり、また購買もあったりします。あと青葉山のグラウンドみたいな人工芝が敷かれたサッカーとかもできる結構広いグラウンドも青葉山にあります。青葉山キャンパスの工学部に関してはそんな感じで結構いろいろあります。また青葉山キャンパスには理系がたくさん集まっていると言ったと思うんですけれども、農学部とか理学部とか結構近いところにあるので、興味があったらまたちょっと暇だなって思った時にそっちのエリアに行ってみるっていうのもできます。そうすると農学部エリアには農学部の学食があったり購買があったり、理学部エリアには理学部の学食があったり購買があったりっていうように、ちょっといろいろ楽しめるので、ぜひ青葉山キャンパスに行った時はちょっと行きにくいっていうのがあるので、まあ、せっかくだからこの機会に探検してみるかみたいな感じでいろいろ行ってみるのもおすすめです。まあ、工学部に入ってしまえば 3,4 年生はだいたい青葉山にいる人が多いので、通い慣れるかなっていう感じもするんですけれど、東北大工学部のキャンパスこんな感じです。そして最後にもう一つ、青葉山駅を降りて工学部の方面に大きな道が通ってると言ったと思うんですけれど、実は青葉山という名前の通り、その道沿いたくさん木が生えていまして、道を挟んで木のアーチみたいになっております。夏は青々とした緑が茂る、秋は結構紅葉が綺麗です。冬になると、まあ、青葉山なので山が近いので、なんかまあスキー場みたいになるエリアがあったりとか、まあ、雪が積もってそうなってるっていうことですね。っていういろいろな景色が見られるっていうのもいいところです。また青葉城もちょっと近いです。ちょっと標高が高いところにあるので、見渡せる場所では海が見えるかもしれません。探してみてください。はい、東北大工学部行ったらどういうところに行くんだろうって思った方、ご参考にしていただければと思います。1,2 年生のうちは川内キャンパスの方に主に通うので、あまり青葉山キャンパス馴染みがないかなと思うんですけれども、ぜひ遊びに来てみてください。以上、東北大工学部キャンパスのナウでした。次回は入学時期ナウを配信したいと思います。お楽しみに。
はい、ということでお別れの時間となりました。ここまでは電気情報物理工学科高瀬かなえがお送りいたしました。他のトピックも公表されていますので、ぜひお聞きになってみてください。それではお聞きいただきありがとうございました。工学部のなおチャンネルでした。